演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのお母さん食堂、冷やして食べるひんやり甘い冷やし焼き芋。食べないと思うんですけど、ひんやり甘い冷やし焼き芋ですね。焼き芋を冷やすって確か前にやったことあるんですよね。まあ動画のストレスけど、直接食べる場合はこっちか。あれも結構美味しかったんですけど、これもそれと同じような発想なのかな。まあ見た目は普通、そんな普通の焼き芋と変わらないですよね。で中身もこんな感じです。まあ普通によくある焼き芋ですよね。ではどうなんでしょう、いただきます。確かに甘くはあるんですが、良くも悪くも、ただ焼き芋を冷蔵庫に入れただけというような印象ですね。特別何かを強調する、冷やして食べるみたいな感じではない。これだったら家でもできるかなと思えるような部分がありますね。ちょっと独自性に欠けたのは残念でしたね。やっぱり焼き芋は冷凍ぐらいしないとダメなのかな、冷やした部分を強調するには。と思ってしまいましたので、こちらも点数とさせていただきます。もちろん焼き芋としては美味しかったですよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。